こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。電力会社が上半期だけで赤字を13兆も計上し、技術を盗作した原発をポーランドに売りつけようとした韓国ですが、米国から訴えられた上に米国に契約を奪われたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。韓国が入札に参加したポーランドの新規原発事業に、結局米国が韓国を抜いて選定されました。先立って関水圏を相手に知的財産権を主張した米国業者が選定されたもので、訴訟が入札に影響を及ぼした可能性も提起されます。ジェニファー・グランホーム・マイ・エネルギー相は自身のツイッターにポーランド原発事業の受注を伝えました。先ほどポーランドの首相から連絡を受けたとして、400億ドル韓国ウォンで57兆ウォンの原発事業の第一段階事業者に選定されるというニュースを聞いたと明らかにしました。ポーランドの原発事業には、韓国の韓国水力原子力とアメリカの原発メーカーのウェスティングハウス、フランスの EDF3 社が提案書を提出しました。政府主導の原発事業はアメリカに渡されましたが、民間主導の原発事業者選定はまだ残っています。ポーランドの副首相が近く韓国を訪問し、関水圏とポーランド電力公社ゼパークの協力意向書の締結式に出席するとのポーランド発の報道もあり、希望の火種は残っているという見方です。それではネットの反応です。大統領一人選び間違えて国がめちゃくちゃになるんだね。6ヶ月でこれくらいなら5年後はベトナムと同級になるんじゃない。無能なユン政府が同盟同盟と叫んだが、米国から後頭部打撃を食らい、サムスン現代が米国に奪われ、原発も米国に奪われ、無能の極みだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。